と、そして増井優子がこの隅田川の水面の祭典に来ています。さあ次は増井優子を今日の登場予定ですから、次はですよ、さらにしなやかさと、そして何より華やかさがあります。よーく彼女のお顔をご覧いただくと、実はね、綺麗なね、お化粧もしているんです。それでやっぱりね、女性らしくていいですよね。やっぱりこういったあの、なんていうか、天気に恵まれて、そしてかつ水に濡れてもメイクは落ちないというね。さあそのチャムちゃんが間もなく登場いたします。去年そして一昨年とですね、アクアボードは、この TD のですね、違うメンバーが来ていたんですが、今年はですね、いよいよ彼らが登場というね、このトップの2人がこの水面の祭典に来ました。そしてこのフガイング賞、数々ね、もう全国でも、いろんなところでやっていまして、この間は4月に蘇我のフェスティバルウォーク蘇我でもやっていました。さあそのフェスティバルウォーク、蘇我でのお二人のパフォーマンスは、あの時はですね、バードになって、そう、鳥になって、ちゃもちゃんはまるで本当に空を高く飛ぶように。